こんにちは、谷川梨紗子です。今日はですね、スリーコインズで久々に買い物してきたので、そちらをご紹介していきたいと思います。っていうかですね、今回もスリーコインズめちゃくちゃ進化しててめっちゃ楽しかったです。約1時間ぐらい、今友達とも一緒に買い物してきたんですけど、1時間ぐらい滞在してました。はい、ではまず商品からご紹介していきたいと思います。まずはですね、キッチン道具です。こちらになります。タッパーウェア、フードコンテナ10個セット、これで300円です。なんやろな、ちょっとしたブロッコリー切ったりとか、まあ、ちゃんこもいつもキャベツとかあのミンチ肉とかを切って入れてあげるんですけど、そういうのにも便利かなと思ってこちら10個セット買いました。まあ、10個も正直ちょっといらなかったんですけど、まあ保存用にいいかなと思って。はい、続いてなんですけども、こちらでございます。これずっと欲しかったやつ。はい、こちらです。じゃーん、ザル付き保存容器 L と M サイズを買いました。ちなみに M が300円、 L サイズ500円です。これね、私サラダを最近毎日作るんですよ。プチトマト毎日買ってて、保存するのがすごい、やっぱ一回開けてしまうと腐りやすいんで、これはね、水で洗ってちゃんとこの中に入ってるザルで水切りしながら保存できるっていう便利な野菜のケースです。で、こっちはね、葉っぱ系ですね。私は最近パクチーとセロリのサラダにすごいハマってて、そこにトマトを入れるんですよ。なので結構ね、切っても余るんで、これに結構もう切ってまたすぐサラダに出せるようにしたいと思って買いました。これね、めちゃくちゃね、野菜が長持ちするみたいなんで、これね、友達から聞いてめっちゃ欲しいなと思ってたら3コインズにあったんで買ってみました。こちらが L サイズが500円、 M サイズが300円です。はい、スリコインズって300円って書いてあるけど、300円から1000円ぐらいまであるんで、皆さんよく値段見てください。はい、続いてなんですけども、めちゃくちゃ欲しかったやつです。はい、こちらハンディチョッパーです。これはね、テレビでめっちゃスリーコインズのハンディチョッパーが便利って言ってたんで、ずっと欲しくて買いました。これもね、確かね、これ300円です。正直ニンニクって手臭くなるじゃないですか。で、これがめっちゃ便利って言ってて、ニンニク入れてこうやって回すだけで勝手にみじん切りになるやつなんですけど、これめっちゃ使ってみたくて買いました。で、玉ねぎもみじん切りできるし、まあ、この写真はね、こうやって紫玉ねぎですね。ニンニクとかも手も汚れないし、まあ、玉ねぎとかって目痛くなったりするけど、その必要もない、ちょっと画期的なキッチン道具になってます。使うの楽しみです。続いてなんですけども、もうキッチン道具ね、もうなくなったんですけど、こちらになります。柔軟剤のボトルです。柔軟剤のボトル100均で、私ちょっとおしゃれなやつをにしてるんですけど、今回ちょっと300円で買ってみました。これね、可愛いでしょ。これなんかね、スリーコインズの可愛いところって結構ヌーディーカラーっていうか、ベージュだったりグレーとか私が好きなカラーのインテリアが結構多くて、今回このね、柔軟剤で買いました。まあ、可愛いし、取っ手がついてるんでめっちゃ持ちやすいなと思って。で、ちなみになんですけど、柔軟剤ね、めっちゃ質問くるんですけど、ファーファー使ってます。ファーファーの黄色、もうあれがね、私とこ浴室乾燥なんですけど、一切匂いも臭くならないファーファーが大好きです。はい、これです。これ入れていきたいと思います。はい、次なんですけども、自宅用スリッパでございます。はい、こちらずっと買ってるやつはこっちなんですけど、私スリッパ結構1ヶ月に1回ぐらい変えてて、やっぱり裸足になって毎日スリッパ履いてると足の皮脂汚れっていうか汗もかくし、潔癖な部分もあるんでスリッパ変えるんですけど、いつもはこれを買ったんで、とりあえずこれ買ったんですけど、新しく出てたデザインがこれなんですけど、これ見て、指一本一本入るようになってて、むくみも取れるんちゃうかなと思って、これのね、ソックスを持ってたんですけど、ずっと使ったんですよ、私むくみ取りに。なので今回のこのスリッパで、でこれはですね、やっぱりスリッパは500円です。でもめちゃくちゃ持ちいいし、洗えるんでめっちゃいいなと思って、ぜひスリッパおすすめです。で、続いてなんですけど、ちょっとインテリア部門になります。はい、こちらでございます。こちら花瓶ですね。これちょっとこういう風にドライフラワーを飾れるような、ちょっと新しい棚をね、家家具買い直したんで、それにちょっと飾ろうかなと思って、こういう風に、かわいいでしょこれ。なんかさ、韓国インテリアっぽいよな、なんかめっちゃ可愛いなと思って。で、続いてなんですけど、これはほんま欲しかったやつ。パンツとか靴下とか、正直引き出しの中に箱に入れてるんですけど、ぐっちゃんぐっちゃんになって、どのデザインかも分からへんということで、こちら買いました。待って、これ2個ついてる。すごない？これ2個で300円よ。靴下とか入れていって
して、うん、もう一個はショーツね入れていったらデザインも分かりやすいし取り出しやすいしめっちゃ便利やなと思って、これこういうのずっと欲しかったんですけど、まあ、なかなかなんか出会わなくて、しかもこのねスマートさっていうか、まあ、棚ちょっと狭いんでちょうどいいサイズかなと思って買いました。すごいねこれ。子供さんとかおられる方は子供服とかも多分入るサイズなのでめっちゃ分かりやすいと思います。これ超おすすめです。ずっと欲しかったやつ。はいはい、お次なんですけどこちら買いました。これが一番高かった、正直言って。めいっ子にプレゼントでシャボンガンっていうやつです。めっちゃ可愛いけど今ちょっとプレゼントするんで開けれないんですけど、ちゃんとシャボン玉の液体もついてて、これどういう感じなのか、多分ボタンを押してフワ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 ってシャボン玉が出るシステムなんですけど、めっちゃ可愛くないですか。あのねスリコって面白いのが子供用品とペット用品もすごい充実してるってところ。でアクセサリー類も充実してるし、最近だとあのコテとか美顔器とかも出てたんで、まだ今回は買わなかったんですけど、そういうとこもすごいね見てるだけでも楽しいなっていうところになってます。これねこれはね800円でした。意外と一番高かった。でもこれはね子供喜ぶかなと思って、子供ってシャボン玉好きじゃないですか。なので姪っ子にプレゼントしたいと思います。はい、で最後になるんですけど、もうちょっとね今回はねもうほんまに必要なものだけ買ったんですけど、なんかこれグラッセ美味しそうやなと思って、これなんか宮崎の限定で、結構原宿の 3COINS って食品系は結構多分変わってるんですよ。で今回初めて見て夏っぽいなと思って、これ一個ちょっと食べてみますね。皮やって、あのレモンの皮です。宮崎見て、うん美味しい。昔お母さんがさ、うん、レモンの皮切って蜂蜜つけて夏バテ予防に食べるみたいな味です。これ美味しい。うん、これ200円でした。あとこれね、なんか知らんけどレジの横にあったんで買ってきました。チジボーロ。あ、でもこれ3COINS が製造してる。へえ。100円でした。まあ、これはねもう食べやんでも分かるぐらい昔子供ながらに食べた味です。はい。っていうことで今回はこれだけなんですけど、めちゃくちゃいい買い物したなって思います。どう思います？やっぱね 3COINS やっぱ楽しいですね。見てるだけでもすごい楽しいんで、ぜひですね行ってみてくださいっていうのも何の PR でもないねんけど、まあ、こうやってちょっとずつコスメ以外にもね、スキンケアとかコスメ以外にもご紹介していけたらなと思います。私もね結構そういうのが大好きなんで、日常で使うものを、そういう風に紹介していきたいと思います。ということでですね、本日は以上になります。ちなみにこちらは GU のパジャマです。すごいお気に入りで、これのさくらんぼ柄も買いました。めちゃくちゃ寝心地よくってめっちゃ可愛いでしょこれね。はい、それでは皆さん、このチャンネルがいいと思った方はグッドボタン、コメントもチャンネル登録もお願いします。コメントに何の紹介してほしいとか、こういう動画上げてほしいとか、もうじゃんじゃんコメントください。最近ねちょっと再生回数もちょっとずつ上がりつつあるので、ちょっと YouTube 頑張っていきます。またねー。